ヤハギミノルこ3月7日隊は日本の女優2016年6月までの休憩名は未来母校千葉県出身2014年8月までエバークリーニエンタテイメントに所属していた2017年4月より県を所属2008年小学6年生の時に家族で遊園地に行った際スカウトされ二千九年からファッション雑誌ラブベリーの 専属モデルとして芸能活動を開始。バレリーナになりたかったが、怪我でスランプだったタイミングで、テレビドラマ、花盛りの君たちへを見て芸能界に興味を持ち始めていた時でもあった。2010年3月、テレビドラマ、夢の見つけ方教えたるにで女優デビューを果たし、同年11月公開の映画、マリア様が見てるで主演を務める。テレビ雑誌の2013年、 今年ブレイク確実な女優予想で1位になる。2013年3月29日から放送された、いたずらなキス。ラブイン東京でテレビドラマ初主演を務め、主人公の愛原こと子役を演じる。ドラマは中国や香港、台湾、インド、シンガポールでも放送され、特に中国で熱狂的なブームとなり、2014年には同じキャストで続編、いたずらなキスに、 ラブイン東京も制作放送された。2014年8月末をもって契約満了によりエヴァークリーニエンタテイメントを退社。公式プロフィール及び公式ブログは削除された。直後に解説したブログで女優業を継続していく意欲を表明していたが、その後に削除されている。退社直前に公開された。 映画、思春期ごっこの舞台挨拶などの活動は行われ、札幌一番の CM も引き続き放送されていた。また、映画、クレバに愛のトンネルが2015年早春に公開された。女優としてステップアップするため、2015年10月からニューヨークへ留学し、2016年3月に帰国。帰国後、大林信彦から直接映画、花形見。 花形見出演のオファーを受ける。また、初対面時に、お母さんとお父さんから生まれた名前を大事にしなさいという助言があり、解明を決意。同年7月1日付の本人のオフィシャルブログにて、今まで使用していた未来母校の芸名から、今後は本名である、やは実み校として活動していくことを表明した。2017年4月6日。 自身のブログツイッターで同年4月1日より検温に所属していることを発表した。同年6月放送の貴族探偵第10話最終話でフジテレビ月9発出演。2018年今夜勝手に抱きしめてもいいですかで2年ぶりにドラマ主演を務め日本を含む世界8カ国で配信、放送された。特技は2歳から始めていた。 クラシックバレー。またダンスも得意で、いたずらなキスなどでもこの特技を生かしている。姉と兄がいる。憧れの女優は、オードリー・ヘプバーンとアン・ハザウェイ。将来の夢は、ヘプバーンのような国際的な女優になること。小さい頃に、ティファニーで朝食を見てからニューヨークに憧れ、いたずらなキス、ラブイン東京の撮影現場で、 古川祐希や永田ごと監督が英語を話しているのに、自分は話せず悔しかったこと、両親からも勧められたこともあり、2015年の語学留学を決意。帰国後は公式モバイルサイトで英語を勉強するコーナー、ほのか S イングリッシュタイムをスタートさせた。主婦と生活者、ありがとうございます。